ありがとうございます。今日はその例文をね元にお勉強していこうかなっていう配信になります。ちょっとコメントは遅れると思うんですけど、よろしくお願いします。みかんの剥き方、みかんの剥き方、あ、귤을벗기는방법귤을벗기는방법귤을귤을かな귤을벗기는방법귤을벗기는방법귤을벗기는방법무지개귤을가미칸오かな귤을みかんはじゃあ球？みかんはね。球を벗기는방법。うん？バグってるね。球を벗기는방법。バグっちゃったね。一文字しかないのに全部読んでるもん、バグっちゃったね。球を벗기는방법。球を벗기는방법ですって。ちょっとバグり中なので。なるといいなって感じですが、귤을벗기는벗기는방법だって。みかんの剥き方。こうやすにこんばんは、こんばんは、こんばんは、目指せグランプリありがとう、こんばんは、こんばんは、まいこさんの X の写真のさんちゃんがマスクしてた、あ、あ、もしかしてあの写真かな。ちょっと待ってくださいよ。あ、そうですね、今日マキコさんとアミさんのお誕生日を、はい、チーム入れお祝いしました。その時のお写真でございますね。リハーサルが今日あって、そうそう、その時にチーム入りのみんなでお祝いをしました。はい、おめでとうございます。愛してる、ありがとう、愛してるありがとう、こんばんさんちゃん、ぐずりおじさん、アイドルアカデムさんちゃんのサイン色紙狙いリポストしたで、ありがとうございます。そう、あのピプミーね、あ、ひめくまちゃん、ありがとうございます。ひめくま、ありがとうございます。ひめくまちゃん、ありがとう。そう、あのピプミーさんのね、カノンの動画が上がっております。愛一フォロー&リポストでさんちゃんのアテナ入りサイン色紙が抽選で1名様に当たるということで、皆様どしどしリポストよろしくお願いしますゲットしてね、ぜひ。海の右のなんとかが、右の何なんだろう、気になる。こんばんは、こんばんは、こんばん、さゆりちゃん、さゆりちゃんはいないけど、たこしゃん、メガネたこしゃん、こんばんは、ハートありがとう、こんばんは。テロップ、あ、テロップ、テロップ、危ない危ない危ない。勉強ありがとうね、ハートありがとう。あ、カンペ、あ、そう、ちょっとあのカンペ、みカンペジロジロさんちゃんで動画、やっぱちょっとそこはね不慣れでして、カンペジロジロさんちゃんでした。もう明らかにカンペを読んでますね。
ハントありがとう、目指すグランプリありがとう、音符ありがとう、ハートありがとう、こんばんは、ハートありがとう、今日も可愛くて大好きよ、ありがとうね、 Thank you、 ありがとう、大好きよ、ありがとうよ、ハートありがとう、こんばんさんちゃん、こんばんは、目指すグランプリありがとう、こんばんさんちゃん、ハートありがとう、こんばんは、お花ありがとうございます、ハートありがとう、音符ありがとう、こんばんは、ミカの向き方、ミエちゃんもね、なかなかな、メンバーが名前に出て、なかなかな、なかなかな、いやでもね、楽しみですね、ミカの向き方も、ハートありがとう、音符ありがとう、田んぼ、ん、ハートありがとう、こんばんこんばんは、ハートありがとう、こんばんよんちゃん、飲んでよね、ハートありがとうございます、ミカの向き方の日、サッカー見に行くから応募できない、人生終わりました、かぶっちゃった、あれまあ大変だそりゃ大変だそりゃ、こんばんは、今日マイコキャップ、アミちゃんに誕生日サプライズができてよかった、いや本当にサプライズでしたね、よかったです、あのみんなでお誕生日のお歌を歌ってお祝いして、それでケーキがね今日サプライズで、あのアミちゃんさんとマキコさんにケーキがサプライズ登場だったんですけれど、みんなでお祝いしてイエーイってなってお写真撮って、でホールケーキだったので、そうあれですね、まあ、2人でもちろん2人が一番優先、もう大優先だけど、あのホールケーキだからさすがに2人では食べきれないからっていうことで、みんなもぜひ食べていいよっていう風に言ってくださったので、お言葉に甘えまして、ちょっとそんなすごい勢いでは言ってないよちょっと後でいただきました、カノンも、はい、ごちそう、ちょっとおすそ分けと言いますか、本当にあのいただきました、はい、もうすごく美味しかった、ぐぐりおじさんこんばんは、こんばんは、ハートありがとう、こんばんは、こさんちゃんこんばんは、ありがとう、ひめくまちゃん改めてありがとうございます、ひめくま Thank you、 ありがとう、目指せグランプリありがとう、はたごんちゃんも雰囲気を最初サプライズ参加できたって言ってた、リーダーの真面目な、あそう本当にサプライズだったのよね、そうおののバースデーケーキのプレートを食べてたね、あ本当にプレートチョコのやつかな、おのちゃんマイコス姉さんとアミちゃんを食べてしまいました、なんでやねんぐずりおじさん SK みくじやっとカノさんコンプリートできたよ、だっておめでとう、ねえポストにもしてくれてたよね、おめでとうございます、いいことがあると思いますコンプリートで、はい、いいことがあると思います、おめでとう、ニカご機嫌はググーかググーググーです、ググーググーググーかな、ググググーかな、こんばんは、さんちゃんの色紙、サイン色紙になりたいだって、なんでやねん、こんばんは、だるまちゃんがこんな、ありがとう、そうだな、でも例文って言っても結構いろんなシーンをやってきたから、何かお題があった方が皆さん例文考えやすいですよね、あ何がいいかな、
かな。ちょっと見てみよう。あ、お誕生に関することは、お誕生日系ね。お誕生日系もあるよね。あの韓国のさ、ハッピーバースデートゥーユーの韓国語のやつもちょっと気に言えるようになったらいいよね。調べてみようかな。じゃあお誕生日、まあカノンは全然ねお誕生日じゃないんだけど、まあ、お誕生日を2人のメンバーがお誕生日ということで、お誕生日関連にしようしてみようかな一旦。コメント追いついたらやっていこうと思います。ナムシャンコーナーありがとう。サイン色紙、サイン色紙、誰かサインしてほしい人が見つかったら、サインセチョギ、でもサインは一緒だって。だからもうサインジュセヨって言っておけばサインくださいは伝わるね。サインセチョギ、セチョンギ、サインセチョギ、セチョンギ、サインセチョギ、セチョンギ、サインセチョギ、いって聞こえる。サインセチョンギ、はあ、言えた。サイン色紙、サインセチョンギ、セチョンギだって。サインセチョンギ。くずよりさん、お花レインボースターありがとう。目指せがっぱりありがとう。はじめまして、なんでやねん、なんだなんだ、星になっちゃったぞ。おっぱいありがとう。ハート、あ、カンペね。何気ではなくもうジロジロでした少しずつ水に外せるようになったね。上手くなりたいですね、カンプ読むの。メドスグランプリありがとう。結婚して、そしそし、こんばんは。ペプミのカノさんの髪型もう、もう最高、本当大好き、めっちゃ可愛かった。え、嬉しいですハーフアップね、巻き巻きで、はい、メイクさんに可愛くしてもらいました。こんばんは、レインボーさんありがとう。100キラキラフォーエバー、じゃらららら、ありがとう。ラブレターありがとうございます。小泉さんこんばんは、ハートありがとう。バラありがとうございます。バラの花束ありがとう。ホールケーキを見ると被りつきたくなるかも。さすがにあのそんなことはしてませんよ、安心してください。マヤのホールケーキの写真がすごいピントが合ってたで、だって高画質だった。今夜もお疲れと会心ありがとう。いや、皆さんもね、お仕事終わりだったり学校終わりの方とかもいるのかなね。ありがとうございます、一日の終わりにがっつり見てた。カンペはね、こんばんは、おすすわけいただきました。こんばんは、ケーキにピントが合ってまして、学校がなる、難しいね、あ、ケーキにピントが合ってます。ケーキへ초점이맞습니다。ケーキへ何かって、ケーキへ초점이맞습니다。초점이、초점이、ケーキへ초점이맞습니다。ケーキへ초점이맞습니다。ケーキへ초점이맞습니다。難しい。ピントが、ピントでいいか。ピントがまっすみだ。マジャヨーは合ってるっていう意味だけど、ちょっとに違うのか。ケークへ초점이맞습니다。ケークへ초점이맞습니다。だって。なんか、そうです、そうですって。マジャヨーって言うよね。マジャヨー。そうです、そうですっていう意味です、マジャヨーは。
ハートありがとう、みえちゃんが今回の間に合わなかったケーキがレドが言ってたのを食べれたってだって。あ、ねえ、そうよかったです。ハートありがとう、ホールケーキはやめろ、飽きませんでした。あ、大丈夫そうでした。8割ぐらい食べたね。食べてない、ほんのちょっといただきました。初見ですだって。あ、コメントかな、ありがとうございます。ありがとう、くまくま。サマーツアー出るんでしょう、だって。え、出てほしいよね、出てほしい。はたもんさんにもこんばんは。冷凍チョコ、あ、しまった。あの、今日チョコレート、あのね、チョコレートを持ってたんだけど、カバンにちょっと溶け気味だったんですよ。あの、だから冷やそうと思って事務所の冷蔵庫に入れてそのまま帰ってきちゃったの。まいっか。まいっか、キンキンに冷やしといてまた行った時に食べようと思います。こんばんは。いい公園とか手綱で最近さんちゃんよく見て好きになってきてる。派手髪なものです。あら、嬉しい。嬉しい、ありがとうございます。やった、嬉しいな、好きになっちゃって。好きになっちゃった、デレレデレンデュン、よろしく、さんちゃんです。こんばんは。いないな、かんちゃんもすぐ動くも出ない。あー、どうなってるんだ本当に。こんばんは、こんばん、逆にすごいよね、そんなに出ないと。こんばんは、ごよさんちゃん、ありがとう。あ、追いついてきたかな。そう、誕生日の歌調べ、韓国語ハッピーバースデー、難しい。どれに、どの記事を、なんとなく知ってるんですよね。正義中か、まずですね、ハングルで、ね、誕生日おめでとうはセンイルチュカハムニダーです。書いてあるのそのままです。センイルチュカハムニダー、誕生日おめでとう、センイルチュカハムニダー、あまきこし、あみし、センイルチュカハムニダーですね。おぬるんは、韓国でお誕生日の歌は英語ではないけどメロディーは同じ。Birthday to you。あ、これだ。センイチュカハムニダ、センイチュカハムニダ、サラハナウリ。まるまる。センイチュカハムニダだって。バーン。
中か生理中かハムニだ。 K-POP アイドルとかもよく歌ってますよね。キングダム見てるよ。だって、お、キングダム、あの、見たことない。キングダム、こんばんは。カロンちゃんのサイン色紙ブリトンのやつしか持ってない。あ、本当に、ぜひゲットしてね、今回のピプミーさんのやつ。こんばんは、こんばんは、目指すガンプリありがとう、サックスありがとう、こんばんは、ハートありがとう、ダルムシャンコメダムありがとうございます。あの子の配信終わったらカノちゃんに、いちずちゃん、あら、いちずちゃん、ダムシャンコメダムありがとう、ハートありがとうございます。明日のケースのルーカーティンジャーズ、横にクルミが一部ついて大丈夫、倒れないかしら。クルミ本当にね、本当に なんかもう本当になんか大丈夫かしら、大丈夫かな。ハートありがとう、目指せガンペありがとう。どんなコメントよ。サイン色紙ぜひゲットして。こんばんは、私の誕生日は、誕生日の2ヶ月後はバレンタインだ。おお、そうなんですね。バレンタインって2月だよね。あれ、そうだよね。ってことは12月の14日とか、そういうこと。かんちゃん、こんばんさんちゃん、ありがとう。じゃじゃじゃーん、ラー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 、ありがとう、オープンありがとう、サイン提供。カロスさん、こういった時にサイン除罪を立てなんでやねん。そしたらおー、うまい例文ですね。ミカの向き方の日は名古屋に行っても15時過ぎに映像向かって無理だと分かりました。あ、そっか、残念残念残念。そしてはい、 I'm from Indonesia。 おお、センキュー初見さん、こんばんは。結婚して、そしそし、例文、誕生日プレゼント、あ、開けてみて。誕生日プレゼント開けてみて。あ、音が鳴ってない。생일선물열어봐。생일선물열어봐。생일선물열어봐。열어봐。생일선물열어봐。誕生日プレゼント開けてみて。完璧。생일선물열어봐。열어봐が開けてみて。完璧にした。はい。感謝。あ、もう星がいっぱいだ。安心できない。週末だからリラックスして配信見てるだって。あ、いいね。こんばんは、目指せグランプリありがとう。オラマルの誕生日いつですか。いつですか。ラマルの誕生日は、ラマルの誕生日はいつだっけ。いつですか、ラマルさん。ちょっと後でラマルに直接聞いてみてください。こんばんは、1145人全会社ありがとう、さんちゃん、こちらこそありがとうございます。Thank you。 こんばんは、今日でプレミアムとかあとでが最後の時。そういうこと、事務所の広い部屋から配信してお話、そういうことですか、ハタゴンさん。あー、そっか、なんかすごい、なんかすごく、あー、そっかって今めっちゃなんか何かを実感してる、何かをなんかすごい、そういうことかみたいな。目指すグランプリありがとう、小僧おじさん、元気くれ、ちょめちょめヘアメイクさんに巻き髪運びしてくださいって、どういうのか、わかんないな、どうやってやるんだろう、巻き髪っていうのかな、韓国でも。
ハーフアップっていうのかな。巻き髪ハーフアップにしてください。あ、ダメだ、髪が巻き髪ハーフアップ、ハーフアップって言わないかもしれないからね、分かんないけど聞いてみようかな。コプスモリハップアプロヘジュセヨ。コプスモリ、コプスモリ、コプスモリハップアプロヘジュセヨ。ハップアプロ、ハップアプロ。コプスモリハップアプロヘジュセヨ。ヘジュセヨしてください。コプスモリハップアプロヘジュセヨ。ハップアプ、ハップアプ。アップアップですね。伝わるかな伝わるかな。はじめまして、なんで押します、押します、押されます、押されます。 Thank you、 ありがとう、こんばんは。1245日の難しいおめでたんだ、ありがとう、こちらこそありがとうございます。マリさんが、あ、チョコあるラッキーで食べないことを祈ります。冷蔵庫あるオールだよね。うん、ハンドありがとう、こんばん、今日もかわいさんちゃんありがとうね。 Thank you。事務所の冷蔵庫にチョコ入れておいたら誰かに食べられましたね。外国なんて言うんだ長いね。事務所、事務所のなんか言い方で韓国でも伝わりそうなの。英語、オフィスとかで伝わるかな。オフィスへ、冷蔵庫は知ってます。レンジャンコじゃない、レンジャンコへ、あね、チョコルなんとか言ったバーとか、ぬがぬがえもごそうよ。ちょっとわかんないやな。事務所の冷蔵庫にチョコを入れておいたら誰かに食べられました。どんな例文사무실냉장고에초콜릿을넣어두었더니누군가가먹었습니다。사무실냉장고에초콜릿을넣어두었더니누군가가먹었습니다。누군가가사무실냉장고에초콜릿을넣어두었더니누군가가먹었습니다。두었더니사무실냉장고에초콜릿을넣어두었더니누군가가먹었습니다。사무실냉장고에초콜릿을넣어두었더니누군가가먹었습니다。먹었습니다。사무실냉장고에초콜릿을넣어두었더니누군가가먹었습니다。네そうです。ちょっと聞いて、リスニングですね、これはもう。사무실냉장고에초콜릿을넣어두었더니누군가가먹었습니다。ありがとうございます。レブを考えてくれて、事務所のチョコとギソ冷蔵庫に入れてた、忘れた。あ、本当に、チョコレートパイナップルグリコ、それはチョコレートのやつじゃんあのね、階段でやるやつね、よくやりましたかの。こんばんは、マイルランの好きに反応しないけど、うんだ、え、どういうこと、チョキ、ありがとう、こんばんは。私はカノンさんの愛は、私はカノンさんの愛はトケトケです。トケトケ、トケトケなの。音符ありがとう、バラの花ありがとうございます、ゼニガトブヨシシありがとう、キャノンホーハートありがとう、ダルシャンコーナーありがとう。 K-POP 好きな、韓ドラ見たい、韓国語でも話したい、え、教えて。もうカロン全然、あの、まだできないからカロン全然まだできないから教えてほしいです。今その韓国語をなんだろう、一人でやってる、一人でやってるって言ってもこうやって配信でね、皆さんとお勉強はしてるんだけど、やっぱ会話っていうのはなかなか難しいじゃないですか。そういう意味では一人一方通行に喋ってるので、割と
そう、お話ししたいです。ぜひ教えてください。中華ハム、ハム、ハムじゃない、ハッピーハッピーバースデー、あ、ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを一人でさあ吹き行きたいよ。この曲もなんかめちゃさ、めちゃめちゃすごい曲だよね。なんて言うんだろう、めちゃ残るし、なんだろう、お祝いっていうのがもう前面に出てるメロディーと歌詞ですごいよね。こんばんは、セイルチュカヘー、チュカヘー、こんばんは。あ、チュカヘー、チュカヘーがチュカハンとか中華ハムになってるのかな。でやねん、明日ラスボス悪くね、卒業公演出れないと悔しいだろう。そうですよね。こんばんは、ハム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 、中華ハンじゃないよ。じゃあ僕が見事にサンちゃんの色紙になる、どういうこと。こんばんは、 K-POP ってカロンポップ、カロンポップ、いやいや、なんでやねん。こんばんは。なんでやねん。今日は整体行こうと思ってましたが、やめに行くの断念しました。雨の日ってちょっとね、お出かけするのためらいますよね。億劫になるって使い方合ってる。こんばんは、ハムはもうそこまでしっかり発音しない方が韓国語っぽいらしいらしい。中華ハムニダ、ありがとうございます。ムムハムニダのとこだよね、しっかり発音しない方が。中華ハムニダ合ってるかな。おっぱいありがとう。7月11日のデッドのみくるちゃんとみきちゃん、みおちゃん、さんちゃん、ドキが多くね、イエーイ、ドキドキ、本当ありがとう。私の誕生日は怪しい364日前です。364日前ということは近いってことか。あれ、そういうこと。今一人一人見るのか。あ、大富豪ね。おお、大富豪してるのかな。目指し、ありがとう、ビッグハート、ありがとう、夢ハート、じゃじゃーん、ありがとうございます。こんばんは、パチパチパチ、あら、始まったの知らなかった。あ、本当に気づけてよかった。こんばんは、ダムシャゴン、ありがとう。ダゴン、マイクキャップ、みちゃんのタンプリン悩んでたね。だって何にしようかな。何にしようかな。私は誕生日にビールを飲みました。あ、これ言える気がする。あ、저는あれ、スムレス、言えない、あれ言えない、あれど忘れな、言えない。ビールはめっちゅうでしょ、めっちゅうマシょっさよ、めっちゅうマシょっさよ。センイルか、センイル、センイルえ、ちょぬんセンイルえ、めっちゅうマシょっさよ、ちょぬんセンイルえ、めっちゅうマシュッソよ。あ、ちょっと待てよ。저는めっちゅ、あ、誕生日にまで言えたのに、めっちゅマシュッソよ。めっちゅるマシュッソよ。言えた。私は誕生日にビールを飲みました。うん。저는생일
아에게에에저는생일에게에게에게에니까저는생일에게맥주를마셨어요7月2日でいいんじゃない？オラマルの誕生日いいですか、オラマルさん。僕も疲れたよ、だって。お疲れ、オラマル。7月は暑いから4日以外大嫌いです、だって大嫌い、4日以外大嫌い。3日も好きであげて、だって。あー、こんばんは。あたごんさんは11月の舞台も決まってるし、肌寒しく、カミカミ、実はさほど寂しくなってない僕。でもそうやってこう会えるというか応援できる環境にあるからね。なるほどね。ちらぐずるじさん、熱々のカレーで汗かいてるって。いや、発汗効果あるんじゃない、辛いもので。薬盛り、7月からファンクラブの中で会えないか、配信はしなくない。ああ、ラストなんだね。こんばんは、遊びに来たよ、ありがとう。役組になりたい、ありがとう、なってくれて。こんばんは、かおちゃん。サマーツアーでもそろそろ初めて歌う曲はもうないでしょ。え、ある、ない？めちゃめちゃ聴いてるくるじゃん。うーん、どうかな。でもカノンが歌ったことない、まだ披露したことない曲なんて山ほどあるでしょ。もっともっといっぱい SK 曲あるから、歌ったことない曲なんていっぱいあるよ。本日も安定の髪型、明日の朝寝癖あるかな、どうかな。今日もちょっとピンピコしてる。こんばんは、多分冷蔵庫のチョコはほのちゃんが食べてると思います。ほののさん6月もね、終わっちゃいますね。草むしジャンボリ、なんだってなんだって、手とみ。草むしジャンボリ、明後日の天気は今日ほどひどくならないことを祈りたいね。新幹線の積み合わせになってしまう。そうだね、安全にしっかりと確実に来れることを祈っています。に入れててチョコまみれになるように冷蔵庫にいた方がましいし、まあ確かに確かに。こんばんは、エスキーの卒業とカウントワームで交通に行きました。最近多いよ。あら、30日は結婚式も多いと。ラブちゃんのうちさんちゃん、こんばんは。中野さんとは絶対絶対絶対に初見です。なんでやねん、絶対に違う、なんでやねんでしょ。さすがにプリアリとこつよいさん、こんばんは。チカヘイはタメ口で、チカハメダーは敬語的な感じで、韓国語難しい。難しい。そう、タメ口とね、敬語は本当に間違えたら失礼になっちゃうから気をつけなきゃですよね。当たりますように。こんばんは、ハートありがとう。今日も可愛いニッカがいっぱい聞けると聞いて、ニッカ、ニッカ質問系だね、日課はね。なんか質問系の誕生日、あなたの誕生日はいつですか、なんかかも飛ばした、お礼文いつですかみたいな。あ、オラマルのか、飛ばしてはないけど礼文ではなかったかなみたいな。なんか単子上はあんま使わないんだっけ。予防は何だった、予防もあなただよね、予防、あなた予防上
생일는いつですか？おじ。あなたの誕生日はいつですか？あ、にか？당신의생일은언제입니까？ちょっと寝てきた通りに一回やってみますね。당신의생일은언제입니까？생일은언제입니까？당신의생일은언제입니까？来た。あなたの誕生日はいつですか？いつですか？입니까？니까？こんばんさんちゃん。じゃあ。キャー真似難しい今日の声は。こんばんさんちゃん。ハートありがとう。なっちゃってパターンありがとう。ちゃん。どうぞどうぞ。あみちゃんのさゆりちゃんいいな。いいでしょう。そう、あみちゃんさんからかわいい。さゆりちゃん。いっぱい送られてきた。かわいいよ。頼む、この絵文字。ギュッとしようか迷ってる。可愛すぎて。スタンプね、ラインスタンプ。こんばんは、フォローありがとうございます。こんばんは、転生したらスライムだったけんやってる。え？スライム？横みんないてありがとう。なに目指せ？なにな何グランプリ？何？うん？なんてやねん、阻止されてる。言えないよ、ひろみ、くうひろみさん。言えないよかな、それだっけ。郷ひろみさん、好きだなんて、韓国にも数年はあるんですから。配達文化、あった気がするけど気のせいかな。韓国ウーバーイーツ、うまくで、あ、うー、韓国ではカカオT カカオタクシー、ウーバーが同じアプリ、過去日本語版を使用してウーバーを利用可能。クレジットカードを登録して支払いを行い、目的地で降りると自動的に支払いが完了する。とても便利です。あ、タクシーも、あー、カカオ、 T カカオタクシー、なんか聞いたことありますね聞いたことありますね。ウーバーが一番夢ではないのかな。ある記事によるとですけど、韓国は日本以上にペダル（手前）文化が活発であり、自宅で人気店の味を楽しめましたって。いや、その出前文化が活発らしい。おばんはパチパチパチ、ビールだけでレモンサワーも飲みました。はい、レモンサワーも飲みましたね。オラマルなんていうの、タイメシかっこいいよ、オラマル。ふうふう、こんばんは、こん大名人か。こんばんは、今日はパフェの日なんだけどケーキを食べたらさすがに食べれない。ケーキ食べたし、ガトーショコラも食べちゃったから、そうだからもう今日はパフェなんて夜に食べようものならもう大変です。絶対ダメ絶対ダメです。でも今日はリハーサルが結構たくさんあったので、いっぱい動いたんですよ本当に。だからいいんです。甘やかし、甘やかしさんちゃん、だらましゃん、こうありがとう。カオさん、後ろのスペ
ところスペース開けといてねって。うん？しろ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 くまちゃんが今いっぱいいるよ。そこのこと？来るぜでかいの。来るの？でかいのか？あらついに、あ、え、もしかしてもしかしてあらついに？あれですか？カノンといえばイカとタコっていうあのあれがついに襲来襲撃3日は生誕祭前に会議入りそうな名古屋の支店で迎えないといけないか。おうおうお忙しすぎね。おら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 、ハートありがとう。ついに来ちゃうのか。歌ったことない曲はあってもライブでなかなかしないでしょ。あ、そもそもね、サックスありがとう。白組赤組の歌まだあるかもね。あると思う。こんばんは、サックスありがとう。まだ？すごいなんか記号みたいになってる。今日の夕飯はオムレツだけど、ひかるちゃんルームとか見てたら食べるタイミングが、明日名古屋行くねーだって。あ、気をつけてきてね見るものがいっぱいで食べれないのね。うん、いい子やったらないね。さんちゃんの生態入ったの奇跡だわ。だってありがとう、よかったです。本当に奇跡的ですね。入ってくれて嬉しいです。おめでとう。2公演当たらないよっていう嬉しい悲鳴をね、本当にたくさん聞いてる最近。こんばんは、目指すがありがとう。わかなんかコメントくれてるけど、だいぶ経っちゃったよね。まだいるかな。遊びに来たよ。だってタメ口気をつけよう。まきおめでとう。そんなことに、ね、ならないように気をつけなきゃ。こんばんは、こんばんは。ジョジョたちかな、あんま詳しくないんだよね、ジョジョ。こんばんは。わかりゃんちゃんも韓国語を喋れる勉強どうでしょうどうでしょう。誕生日ずいぶん昔なので忘れました。え、こんばんは。にっか、ありがとう。9月、多分9月です。どういうことよ。目指せグランプリありがとう。誕生日今日でした。え、お祝いしなきゃじゃん。え、もうガチガチのガチ。お祝いさせていただこう。じゃあ韓国語でお祝いする？いや、日本語でお祝いしようかなえ、ガチガチのガチかな。まさにしさん、なんかまあたとえ嘘だとしても嘘じゃなかった時に嫌だから、お祝いさせていただこう。誕生日おめでとうの歌を歌いたいと思います。ろうそくは指ですいません。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア、まさにしさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。イエーイ。危なかったよ見逃しちゃうの危なかったよ。わあ、お祝いできてよかったです。おめでとうございます。パチ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 、ハムネだ、チカハムネだ、おめでとう。素敵な一年となりますように。おめでとうございます。私の誕生日知ってますね。誕生日はね、本当にこのルームは自主申告制なので、当日のカノさん自分に食べる、いや欲しいな、欲しいなっちゃった。もう我が家、上からさんちゃん、わかやんちゃんは明日、明後日の休みだから夜更かししても大丈夫かなって
そっか、金曜日だからね。韓国語講座、カオンが教えるようなところまでは行けてないけど、マリンちゃん本当に11歳のアミちゃん書いたメッセージが可愛い。正解、ヤッコファミリーではなく86ハマファミリー、車なんだよもうなんだよ、ヤッコファミリーでしょ、言えないよ、言えないよ、あなたのことが好きだから。つむじ失礼しました、こんばんはハート、ありがとう。欲しいなっちゃったのかな、だって美味しいものがいっぱい目の前に溢れてくるんだもん、しょうがない。パフェって美味しいよね、いちご大福も美味しい、チーズケーキ、モンブランも美味しい、さっちゃん食べようだって、美味しそう、めざせ頑張れ、ありがとう。今日雨で涼しかった、今も涼しい、そうだね、雨で涼しかった、よかったです。まあ雨は雨で嫌だけど、でも涼しいのは助かりますね。好き好き好きやったっけ、好き好き好き、好き好き好き、好き好き好き、あ、好きと言ったら好きだと答えて、もっとあなたを好きになるから、てれてたって遠慮をしたって、いい人なんて褒めてくれないよ、やっと二人は、やった、やりました、好き好き好き、出会えたんだからイチャイチャとくっつきたいのよ、呆れるくらいバカップルでいい、今こそ、あ、ちゃ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 、今日こそ恋人になろうよ、どうよ、こういう感じの振り、幸せ恋人になろうよ、デンみたいな、やりました、須田さんの卒コン、今日ケンタッキーの前を通ったニワトリの日だった、うわお、コケコココケココ命のありがたみ、音符ありがとうございます、声もジュージューなっちゃってしてなかったっけ、え、公演前に自分でのひかるちゃんがライブで名前、あーチラッとさんちゃん、チラチラ、エクイエム、めちゃめちゃ誕生日さんちゃんプレゼント、まだね渡せてないです、お誕生日プレゼント、おめでとうございます、お誕生日初めて言わせてもらいました、もう恥ずかしくてなって恥ずかしがらないでいいんですよ、おめでとうございます、くずるじさん、おっぱありがとう、皆さんありがとうございます、だって、いえ86はいい車です、いい車なんですね、目指せグランプリありがとう、ちゃんの誕生日の前の日でしたって、また教えてね、今日はさすがに配信してるメンバーが多い、なんでだろう、あ、6月末だから、ん、ケーキのろうそく指でして、韓国語で何、そんなことか、韓国で言う、でもろうそく気になるね、ろうそく、ろうそく
촛불かわいい촛불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 ちょっと聞いてもらうのが難しいけど촛불촛불촛불チョップルだってかわいい。ろうそくはチョップル。 CD を買うの失敗してしまった。えどういう失敗なのかわかんないけど、あー大変だ。いっぱい食べな食べな、その分動けばいいんだから。そうだね、動けばね、動けばいいのよ。動けばさんちゃん甘いもの食べ、一緒に浮き輪になろう。なんで浮き輪はダメよ。浮き輪は目指せ頑張り。ありがとう、今日お台場でおいしい、おしゃれランチいいね。60までまで半年ちょうどで還暦です。はい、じゃあもうすぐお祝いですねお祝いですね。スキスキアシアターの女神コース、そんな感じだった気がするな。横見になりたい、ありがとう。サリウムありがとう。ぐるぐる回る曲、そうそうそう。でもいっぱい動くとまたお腹が減るんだ。そうなんだよね、そうなの本当に。それね、好き好き大好きだから明日の朝ギターで弾いて。あーどうしようかな。基本的にはね、そうギター配信はねリクエスト受け付けてないんですよ。そうなの、だから言われちゃうと逆に難しくなっちゃうっていうね。そう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 、やっぱね聞きたい曲それぞれあると思うから、なんか明日もまたカノンが好きな曲を弾きますね。ありがとうね、リクエスト。おばんです、おばんです、ありがとう。こんばんは、配信そうそうやったやった、あたりよかった。焼き目の構想の曲で撮影タイムになることが、あそうなんだ。なんて銀河、あーなんて銀河はあれだね、サマーツアーのソロユニットメドレーみたいな時にやった、やらせていただきました。なんて銀河は明るいのだろう、夜空ないっぱい。エコミナイタありがとう。カロさん、赤組の鳥は青い空のお知らないをやってないです。うん、カナリはキョンちゃん、エコミこっちが私から好き。おお、ほらまだ知らない曲いっぱいだよ。テンスラチョップ口が回ってないしチョップ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 じゃないよ、チョップはアチョチョップ食べちゃったね、あれだもんね。23時42分であと一つで今日の、そうね、あと一つぐらいかな。何がいいかな、積み木の時間のり、積み木の時間もやったことないけど、なんか聞いたことはある気がする。積み木の時間、そしてすみませんが寝ました、あおやすみなさい。全然謝ることじゃないですよ。はい、おやすみなさいです。おやすみちゃうじゃよ。だるまちゃんコーナーありがとう、こんばんは。ありがとう。私の一番好きな食べ物はもやしです。例文かな、もやしなんて言うんだろうね。私の一番好きな食べ物はもやしです。
제가가장좋아하는음식은숙주입니다소주제가가장좋아하는음식은숙주입니다제가가장좋아하는음식을숙주제가가장좋아하는음식은숙주입니다숙주제가가장좋아하는음식은숙주입니다숙주입니다숙주입니다어려워숙주숙주입니다もやしっていうの難しいね。スチュームだ。제가가장좋아하는음식은숙주입니다。スチュームだ。제가가장좋아하는음식을スチュームだ。もやしが言えない。スチュームだって感じです。スチュ。もやし。スチュ。スチュ。スッチュです。スッチュこんばんは、ラムチャップこんばんは。一曲ミュージックで一緒にする、あ、おにぎりはゆかりさんかな。かわいいんだね。つみきもいいです、いいですよね。味噌ラーメンにもやしは欠かせません。はい、欠かせませんね。美味しいですよね、毎日。こんばんは。では毎朝配信直後にから好き好きしてコメント絶対にギターで弾けなくする。どういうこと、どういうこと。明日は土曜日だけど通常に朝配信、夜配信少し早めにする。あ、朝配信は通常で6時45分から配信させていただきますので、また見に来てください。夜配信はまだ未定だけど、そうだね、卒業公演が終わってからになるようにはしたいなという予定です。どうしてもできないっていう何かがない限り被らないようにできたらなと思います。もちろん、はい。ハートありがとうございます。キープキープキープ、スキープしたくなる、両手を上げて、ありがとう。そんな、もう本当に恐れ多いわ。断然可愛くて、なんて恐れ多いです。コーン、コーンも欠かせば、そうですね。あー、どうしたの、あー、どうしたの。コンナムル、コンナムル、コーンのナムルってこと。え、ダルマちゃんコーンだ、ありがとう。ラーメン二郎でも野菜マシマシにするくらい本当好きなんです。おお、もやしがね、スッチュスッチュスッチュって言います。スッチュだから、もし韓国でもやしを増やしたいときはスッチュトージュセオって言ってくださいね。スペイン語講座なんてやねん。明後日大事な声がやらない、ちょっとしっかり考えて、はい。今日も明後日より配信ありがとう、はい、こちらこそありがとうございます。そろそろお時間もいいお時間なので、お勉強は、まあお勉強といってもなんかお勉強しつつ、いろいろいろな話しつつっていう配信でしたけれども、お勉強配信はこれにて終了といたしたいと思います。ありがとうございます。カツカレーのカツ食べてます、いいね。スッチ登場せよ、イエス、素晴らしいです。あとはどうかみし、あ、したーした、覚え、めっちゃ覚えてるよ本当に。あたごんさんとしましたね、狼とプライド。なんか嬉しかったの覚えてる。あのね、リハからね、リハからなんか、なんて言ったらいいのかな、なんか特別
何かがあったわけじゃないんだけど何かなんて言ったら特別何かすごい何かがあったわけじゃないんだけど、あのユニット一緒にご一緒できたのすごく覚えてるし、すごくあの楽しかったし、なんかすごく残ってるんだよね。プリンが食べられてた？プリンが目が疲れて、本当ですか？じゃあ皆さんも角もしっかり休めたいと思います。お目目を今日は男女上がりにおらもろな並んどきますって、そういうあれがあるんですね。思い出しはい、そうそう、サーネスタイム、はい、させていただきたいと思います。こんばんは。髪の毛剃ったら顔パック頭に貼ってみようかなって。あー、でも保湿大事だよね。さあ、それでは今日も10歳からサンデスタイム張り切って、どうぞ。10歳、阿部ちゃんさんです。頭かっこいいベッドリーおねんとくんでオッケーオッケー、ありがとうございます。12位、シナモンバードさんです、ありがとう、 Thank you。11位、チューネアジさんです。頭く親子褒めにありがとう。10位、ももずさんでいいかな。ももずさん、ありがとうございます、 Thank you。 9位、ネバーサマーさんです。頭くっこめに、あーでてありがとう、でてでて Thank you。 8位、ファントムさんです。80、アブル、頭くエコファミリー、在宅警備お疲れ様です、ありがとうございます。7位、ペン吉さんです。あとはけっこみにありがとう、 Thank you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 、 ありがとうね。6位、宮高さんです。あとはけっこみにありがとう、ありがとう。5位、ピケシャンです。あとはけっこみ、ピチソード大好き、桃の香りはじけた、ありがとう、ありがとうございます。4位、まさにしさんです。うわーうわー、おめでとう、ありがとう、お誕生日もおめでとう。そして3位、ぜんさんです。ありがとうございます、ありがとう。そしてそして2位、気象予報士バッタヤンさんです。ありがとうございます、そしてそしてそして今日の第1位はトゥル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 リオン、じいさんです。横浜に声も楽しかった、ありがとう、大好きだよーなんて、ありがとう、大好きよー、1位、素晴らしい、ポポポ、ありがとうございます。そして今日の85位、横浜さんはタラタタタン、じゃ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 ーん、どこかな、やっこさんは、やっこさん、うわー、なんて読むんだ、なんて読んだらいいの、くにみつさんでいいのかな、ありがとうございます。このかわいい猫のアバター、猫、お花が黒い猫ちゃんのアバターの方、ありがとうございます、 Thank you。 あなたもぜひあとは結果見なっちゃってくださいね、キュッ、はい、ありがとうございます。ということで、あと4分ですけども、あ、今日あのピチソーダで思い出したけどさ、最近あのコカ・コーラがコカ・コーラがさ、コカ・コーラシリーズがさ、結構なんかいろんな味が出てるじゃないですか。
あのちょっと韓国っぽいあれだったりとか、あのその普通のコカ・コーラとコカ・コーラゼロじゃなくて、それ以外になんかフレーバーがあるじゃないフレーバーあれちょっとよく間違えちゃうんだよね。普通のコカ・コーラとコカ・コーラゼロを飲みたいんだけど、そうラベルでしっかり見てないのがいけないんだけど、気づかずに買っちゃって、いざ飲んでみて、なんか味が全然違うってめちゃびっくりするんですよ。でもしっかりラベル見るとちゃんと書いてあって、これはピーチ味ですみたいなとか書いてあるので、そういう感じで、だから皆さんも買う際は気をつけてください。最近はいろんな味が出てるから、しっかり見て買ってくださいね。まあ、言われなくても見て買ってるよっていう話かもしれませんけれども、うーん、お前よし、可愛くて大好きだよ、ありがとうね、大好き、ありがとう、こんばんは。猿渡国光さん、そっか、猿渡国光さん、ありがとうございます。おやすみ、ミルクレープ。あ、ミルクレープで言うとね、あのドトールさんのね、これまた食べたんだってバレちゃうんだけど、ドトールさんのあの黒糖ミルクレープみたいなのがめっちゃ美味しいから、ぜひ食べてみてね皆様。コーラあんたにあげた無限のなんてやねんですね。そう、レモンとかね、そうはい、いい声当たりますようにそれでは少しでも気になってくださった方は、ぜひこの後ピンクにしてフォローよろしくお願いします。そして X と Instagram もぜひチェックしてくださいね。今日もこの辺で、また今夜はね、ありがとうございました。おやすみなさい、皆さん、ちゃうちゃう、来てくれてありがとうございました。また朝お会いしましょう。バイバーイ。ありがとう。さあ、ひよ、なっちもほう。バイバイ、チャーハン。おやすみ、マンモス。おやすみなさい。ありがとうね、おやすみ。皆さんもゆっくり休んでね。おやすみ、またね。お仕事。頑張って。